覇王色のバキ。なあシャンクス、連れてってくれよ次の航海。俺だって海賊になりたいんだよ。俺は戦っても強いんだ。ちゃんと鍛えてるからさ。俺のパンチは音を置き去りにするぐらい速いんだ。どんだけ鍛えとんねんお前。鍛えすぎて覇王色の覇気超えて覇王色のバキになっとるやんけ。努力が過ぎるって。もうロックリーより努力の天才よ。まあな、週に 1,2 回腕立てですよ3回やってたからな。週に 1,2 回腕立てですよ3回しただけ。そんだけしか鍛えとらんの。うん、それしか鍛えてないけどね。殴る時に腕が黒くなって硬化したり、少し先の未来を見ることができるようになったんだ。天才が過ぎるわ。特に修行してなかったのにもかかわらずスーパーサイヤ人になった5点ぐらい天才。でも5点パターンだったらスーパーサイヤ人にはなれても空を飛べないとかアンバランスなポテンシャルあるやん。そういうのない。あるとすれば人の体が透けて見えるようになったり、人を殴ると空間が歪んで黒い光が出るようになったんだ。すごい困るんだよね。才能がバケツしすぎて透き通る世界と黒線習得しとるやんけ。特急なんて物差しじゃ測れない領域よ。他にあるとすれば一生泳げない体になったことぐらいかな。一生泳げないってことはまさかお前悪魔の実食ったんか。悪魔の実ってのがよくわからないけど、バキバキの実ってやつを食ったんだ。バキバキの実。